カシオ計算機 NEC モバイルコミュニケーションズ日本電気 G ゾネ CL21G ゾネタイプ LCL21 a は NEC カシオモバイルコミュニケーションズ及びカシオ計算機によって日本国内向きに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の au3G 及び第3.9世代移動通信システム対応スマートフォンである 2013年7月31日に開発元である NEC カシオの親会社日本電機がスマートフォンからの撤退を発表したため本機種は同キャリア向け NEC カシオのスマートフォンとしては事実上最終機種となった。なお本校では便宜上、当機種の韓国の LGU 向け版に当たる G ゾネ CA-201L もここで記述する。 シリーズ 11CA の後継機種で AU4GLTE に対応したモデルである G-ZONE シリーズでおなじみのセンサーアプリ G-ZAGIA に気圧センサーが追加されており直近数時間の気圧の変動を見ることができる気圧データから気象予測も可能になっていて急激な天候の崩れが予測されると通知されるようにもなっているまた g z o 専用のソーシャルサービスとして ジーズワールドというアプリを搭載しており、地図上に位置のピン、ルートピンなどを記録し、他の人と共有することが可能である。ジーザギアとジーズワールドのアウトドアデータのソーシャル共有機能をライブ G と呼称しており、製品名の L には LTE の L の他にライブの L という意味も込められている。デザイン面では感触が色によって異なっており、レッドは ツヤありの加工、ブラックは凹凸のあるデザート音加工になっている。他にも新たにワンセグテザリング、同社性の腕時計 G ショックとの Bluetooth 連携にも対応しており、さらに急激な気圧の変化を察知すると G ショックに通知させることも可能となっている。バッテリー容量は 1800mAh。なお、NFC には対応していない。2013年3月に 韓国の LGU 向けに本機種をベースとした端末が CA-201L として発売された。形状が若干異なり、ロムが2倍の 16GB に増量している。また、フェリカの代わりに NFC に対応している。この CA-201L と同一の機種がアメリカのベライゾンワイヤレス向けにカシオ G、ゾネコマンドを 4GLTE として発売される。 こちらも IS11CA ベースの G、ゾネコマンドの後継となっている。PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。